邪魔をするな、まだら。こうなってはやらねばならないことがある。何のことだ。もう少しお前をいただく。本来ならばもうかなわなかった戦いだ。現在の木陰に比べ、柱間、やはりお前は俺を楽しむと知っているか。今の絵は俺たちの時代に比べかなり不利になっているぞ。今と昔では求められているものが違う。力の力ではない。違うな。結局物を言うのは力。相変わらずお前の考えは甘い。俺たちはすでに死んだ存在よ。現在の世に干渉するのはやめろ。俺も死んだ存在。お前がそんなことを決めた。俺はかねてよりこの時のために少し淡々と計画を進めていたのだ。今この場は俺のためにある。俺が世を中心、決して死んだ存在ではない。かつてお前は俺を一歩先に立っている存在。戦闘決戦進数戦術表情決意。今の世をこれ以上乱すことは許さん。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠。まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か昔、真珠はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から真鍮として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が真珠に宿った。その身には決して手をつけてはならないという伝承があったが、争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒木かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒木羽衣。チャクラの教えを説き、忍衆を始めた忍びの祖、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか。その身に人が手をつけた時より、人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられたのだ。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ。すべてをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ。
それをなすのはオビトでも他の何者でもない、この俺だ。なぜだ、なぜそうなってしまったのだ。お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやろう。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しもう。